皆様こんにちは、リアム・アレクサンダーでございます。ということで今回も MLB ジェショーセブンティーの実況をやっていきましょう。今回はですね、オークランドでの、ロード 2連戦やっていきたいと思います。まあ私ね、最近前回の試合あまり調子良くなくて3割切るかぐらいだったんですけど、チームはそれに対してね、6連勝中と、チームはかなり調子いいのでね、このままですね、まあ少しでも貢献して頑張っていければなと思います。2番 DH 行きましょう。ストライクアウトは俺が一番少ないんだね。アルトゥーベも21で少ないですね。ほら見てくださいこれね、ちょっと最近調子悪すぎるよね。2割3分9厘だよ。これは本当にまずいので、しっかりとね見分けて打たなければなりません。アルトゥーベも負けてるな、3割2分1厘。いやー悔しいね。よし、しっかり打つよ。さあこのピッチャーとは対戦で打率は3打数の1安打。 OK、 よし、しっかり見ていこう。低めの見分けね。いいよ。So let's take a peek at the umpiring crew working this one. Behind the plate is Derek Summersgill. いやー、なんだよ、なんで正面か。くそ、悔しいな。結構ボール球見てたと思うんですけどね。ストライクゾーンだからね。今のはヒットしていけないけない球ですね。乗れ、よし乗ったよ、 OK。 あ、よし OK、 あー OK、 今のもたついたね、 OK。 いやよかった。追い込まれ、あえてボール球2つ見て打てないときは初球から狙って言い切ったりとかね、この見分けっていうか、この分け方っていうんですかね、それ大事だね。よし OK OK。 うわ、インサイドってのインサイドズバッときたね。さあ3打席目、ここもしっかりとしたいですね。いいよいいよ。ボール球を打ってもヒットになる確率低いんだから、しっかり見分けてね。抜けた、 OK、 よっしゃ OK、 いいよ。ちょっとずつ取り戻してきたか。はい、OK。危なかったね。もうちょっと左側だったら取られたかね。いや、でもスピードアップね、ボールにね。よし、さあ、これや。ベンチからの指示は特にないかな。さあ、おお、いいですね。でもこれはでもまあ、ツーアウトじゃないよね。しっかりと進塁打には なったからね。あれ、なんであそこにいんの、誰これ。あ、セーフだったの今の。あ、セーフだったのか今の。おストライクアウト。俺でもアウトだったよね今ね、ファーストこれや。なんであんたファーストにいんの、セーフだったの本当に。誰あれ、これやだよね、これやだよ。セーフだったのかな。これいけ、いけ、よし、全然余裕で、よし OK。 まあいいや、ちょっと皆さん巻き戻してちょっと確認してください。もしもアウトであそこにいた場合はバグですね。さあさあ4打席目、しっかり3打打ってきたよね。犠牲フライでも OK だよ。君は誰、お、2打数2安打調子いいじゃん。今週ツーシームカーブが OK。 いいよ、調子のいい時はやっぱりね、見分けができてきてるね。見分けてる中でしっかりストライクゾーン打ってますから。こういうことですよ、こういうことですよ、こういうことですよ。危なかった今、3塁線ヒットだよねこれね。よし OK、 3打。いやこれでね、この調子がしっかりと長く続かないと意味がないですからね。すぐ終わっちゃうから、俺の場合ね。それは避けなきゃいけない。今バットの動きがもうバグりまくってるんだよこれね。
いや、さすがにちょっと打球が強すぎて、サード、三塁の、誰でしたっけ？三塁手？サードもちょっと取れなかったね、今のね。ここは見分けました、ホール。さあ、フレイジャー。さあ、浮きました。ワンアウト満塁。レディックですね。レディックも3割打ってんだよね。ライト、お互いライト、お互い調子いいんだよね。お互いは俺が調子いいわけじゃないけど、全然。でも3割打ってるからね。わ、抜けた。打ってるね。さあ、来い、さあ、来い、さあ、来い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 、レディックも調子いいな。まだ待ってくるか。さあ、5打数の4安打目指して。君はマブライアン・マってのは君2打数の1安打か。もしもスライダー最高調子。抜けた。 OK。 よしよし、 OKOK。 いや、調子よくなってきてね。 OK。芯は食わなかったけどね、結構先っちょ、バットの先っちょだったんだけどね。よかった、打球に勢いは少しありましたね。オッケー。セカンドフライかな。オッケー。これ身長高いね。さあ、フレイジャー今日ヒットありません。わ、盗塁で審査されましたね。よっしゃ、行こう。どうだ。ああ、余裕。 OK、 盗塁成功。これで得点圏にランナーを運んで、フレイジャーがしっかり返す。ああ、サード正面か。まだワンアウト。あ、もう全然スリーアウトか。よし、オッケー、7連勝。素晴らしい。連勝止まりませんよ。レディックリオライトに。止まりませんよ。7連勝。私、いや、ありがとうございます。プレイオフザゲームを選ばれました。みんな1アウトの中で俺 4本打ってるからね。チームの8本中半分俺だからね。よし、これはかなりですね、いい感じで。感覚をつかめてきたと思うので、これを継続してね、しっかりと、いや、好調をキープしたいところですね。まだ1試合なんだよね。結構長かったね。よし、さあ、チームの8連勝かけてね、3割2分1厘といいですよ。復活してきましたね。ちょっと能力上げようかな。リアクションと、あった、OK。 さあ、チームの8連勝をかけて2試合目いきましょう。2番 DH、 いつも通りだね。よっしゃ、ラスト10ゲームあれだね、戻ったね。3割なんとか戻ったな。さあ、総合で MLB 通算で今88本ヒット打ってんだ。100まだいってないんだね。いや、全然だね。まだまだやっぱ打たないといけませんね、これはね。よし、さあ、1打席目いきましょう。お、ヒットいってるね。6打数の2安打ですね。うわ、これちょっと打ちにくいピッチャーじゃん。フォーシームツーシームか、打ちに。うわ、バントしてな。すげえバント。おお、アウトじゃん。お前何やってんだ、いきなり。人のこと言えないけどさ、お前もう刺されたから頼むよ、初回から。これはあれだよね、これダブルモーション。はい、真ん中来たよ。伸びろ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 。まあ、ダメか。まあ、ちょっと初球狙っちゃったな。よろしくない。でもど真ん中なんだね。9位に負けたって感じかな。
よし、OK、逆方向。ちょっとボール球だったけどね、OK。よし。ボール球だった分、多分手出す、出すの遅れて、逆方向をきれいに持ってったって感じです。狙ったはわけではなく、単なる振り遅れですね。いや、オレンジだな、好きですね、あの色。おい、来たね、OK、来ると思って、なんか来る予感がしたよ。OK、OK。しっかり対応で安定いきましたね。ちょっと神々だね、今日もね。すいません、本当に。ファーストベース誰これ。黄色い靴いいね。うわー、すげえ。思いっきりタイミングが外れた。さあ、3打席目。変わりませんね、ピッチャーね。よっしゃ、OK。変わらず打ちましょう。ただこの2段モーションすごい打ちにくいけど、あれだよね、タイミングが取りやすいですね。こうやってこうやって今来るようだもんね、うん、ちょっと今は喋りながらだったんで、タイミングちょっと遅かったですけど、タイミングがね取りやすいですね。いやー、ちょっと開きが早かった。そこ、ここでカーブ来るか。うわー、落としてきたよ、くっそ。これはちょっと対応だけできなかったな。さあ、4打席目ですね、4打席目。やばいよ、8連勝かかってんだからね、3打数2安打。いいよ。ここでちょっと打たないとまずい。負けてしまう。うわ、98マイルか、早いな。うわ、ちょっと今危ない、インサイド危ない。ズバッとしたね、バットが折れてもおかしくないぐらいですね。うわー、入っちゃった、真ん中正面入っちゃったよ。まあ、くそー、芯は振ったんだけどね、ちょっと飛びどころが悪かったね。は負けちゃった、7連勝止まりか。割引困ってるね。いや、4打数の1安打、良くも悪くもないって感じですね。1本出たのはまあいいことですけども、1本止まりかって感じですね。また次回から頑張っていきたいと思います。ということで、皆様今回もご視聴ありがとうございました。 Twitter の URL 概要欄に貼ってあります。ぜひ URL をタップしてフォローしてみてください。もうすぐレベルが21に上がるね。ということで、打率の方はどうだったんだろう。3割2分、あ、3割1分9厘か、ちょっと下がっちゃいましたね。次回はオークランドから、ロサンゼルスに移動しまして、エンジェルス3連戦の、初め2つ頑張っていきたいと思います。ちょっとね、このまま多分ヒット1位はまだダメだ、なんとかヒット1位か。よし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 。うわ、打率、レディックすごいね。本当に調子いいんだな。ホームランとかで今一番何本っての ?17 本ミゲル・サノ。どんだけ打ってんのあんた。もう17本も打ってんの、早っ。もう去年の半分打ってんじゃん。まだ半分いかねえか。すごいね。ちょっとこのペースは異常だね。はい、ということで、次回の MLB じゃ小セブンティーンの実況でお会いいたしましょう。さよなら。